よう、クライブ。旅支度ももうすぐ終わりそうだ。俺はそろそろこの町を出るよ。本当にこのままダリミルを離れるのか。もう決めたんだ。ここを立つ前にあんたに頼みたいことがある。最後の頼みだと思って聞いてくれないか。俺にできることなら力になろう。いろいろ考えたんだが、やっぱり子供たちは連れていけない。とはいえここに残しておいても、俺の仲間だったからってひどい目に遭っちまうだろう。あんたのところなら安全なはずだ。どうかあの子たちの面倒を見てやってくれないか。ああ、子供たちは隠れ家で引き取ろう。助かるよ。頼んだぜ、クライブ。リュマル、大変だ。なんだフェルダー、血相を変えて。ベルクロイ砂漠にエーテルだまりが出やがった。野党連合の根城が丸ごと沈んだんだよ。なんだって。野党どもはすでにアカシアになっちまってる。いずれここに押し寄せてくるぞ。アカシアは野党とはわけが違う。いつもの自警団の戦い方じゃ止められない。すぐに住民たちを避難させないと。フェルダ、お前は部下を集めろ。アカシアの襲撃に備えて今すぐ戦支度をするんだ。少しでも時間を稼げ。任せておけ。クライブ、子供たちのことはひとまず後だ。今の話を自警団と支援団に知らせてきてくれないか。避難に協力するよう頼んでほしい。わかった。俺は住民たちに呼びかける。それじゃ頼んだぜ。みんな今すぐ避難するんだ。すぐにアカシアが攻めてくるぞ。うちの店の前で何やら外がさ。なんだ、またあんたか。今度は何の用かしら、アンダーヒルさん。伝えたいことがある。ベルクロイ砂漠にエーテルだまりができた。野党連合の根城が丸ごと沈んだらしい。アカシアになった野党がここを襲うのも時間の問題だ。急いで住民たちを避難させてくれないか。その話本当なの？なんだか唐突すぎるわ。奴が外で騒いでいるのはそのことか。また俺たちを騙そうとしてるんじゃないだろうな。そんなことをしてルボルに何の得がある？ハン、逆恨みってところだろ。ベアラだと知られなければ奴はこの町の市長になれるかもしれなかった。もはやその望みもなくなったんだ。俺たちに仕返しをしたいのかもしれない。アンダーヒルさんも結局あいつの味方なんでしょ。それならあなたのことも信用できないわ。今は探り合ってる場合じゃない。すぐにでも住民たちを避難させないと。どうか信じてくれ。嘘つきどもを信じられるか。さあ出て行ってくれ。くそ、何を言っても無駄か。どうやら彼らを動かすのは無理ね。ああ、僕たちで何とかしないと。そうだな、フェルダに相談してみよう。街の雰囲気が。広場でルボルが何か騒いでないか。フェルダ、どうした？シド、自警団と支援団に知らせたが
何も信じてもらえない。アカシアのこともルボルの嘘だと思い込んでる。あいつがそんなことするはずないだろうに。もう彼らを動かすのは無理だろう。住民の避難は俺たちだけで何とかするしかない。俺もできる限り協力する。そうか、助かる。シロ、フェルダ、ここにいたのか。ビクトル、あんた町を出たはずじゃ。ルボルのやつをほっといて出て行けるかよ。それよりすぐに来てくれ、ルボルが危ないんだ。アカシアの群れがこの町に攻めてくる。奴らは容赦もなければ疲れも知らない。痛みすら感じないのかもしれない。雇うどもとは訳が違う。魔物なんかよりよっぽど太刀が悪いんだ。いつもの戦い方じゃダリミルは負ける。俺の言うことは信じられないかもしれない。それでもいい。だけど最後にこれだけ頼むよ。みんな今すぐ逃げてくれ。どこも、そうか。おい、信じるもんか、このベアラーメン。そうだ、俺たちを追い出してダリミルを自分のものにしたいんだろう。お前が出てけ。出て行け。出て行け。マジから出て行け。出て行け。頼む、話を。ほら、誰のペアロー出て行け。早く出て行け。ほら、行けよ。出て行け。このウソつきが。最低。ルボル、待て。見てみろ。お願い、もうやめて。ルボルは何か悪いことしたの？ねえ。私たちはいつも高いところから町を見てた。だからよく知ってる。これまでルボルはダリミルのために働いてきたよ。コンラートさんのお店の包丁はルボルが作ったんだよね。ナターリエさんの店のテーブルだってルボルが直した。街が綺麗なのもルボルやフェルダたちが毎日掃除してるからでしょ。ルボルは朝から夜まで一生懸命に働いてるよ。町のために働いてるんだ毎日。そうだよ、いつも笑顔でね。みんな、あの笑顔が嘘だと思う？誰か名乗り出てみろ。ルボルに助けられたことのないやつ。ルボル、お前の言うことは聞けない。お願い。何が来ようと俺たちダリミルの自警団は決して逃げ出したりはしない。私たち支援団も同じ。この町を捨てたくない、絶対に。教えてくれ、アカシアとは一体どうやって戦えばいいんだ。どうすればダリミルを守れるの？二人とも。よし。
いいかみんな聞いてくれ。まず状況を整理しておこう。エーテルダマリが出たのはベルクロイ砂漠、チェラティナという廃村だ。ちょうどその辺りに野党連合の根城があった。野党どもはすでにアカシアになって、その一部がこの町に迫ってきている。アカシアどもは戦うことに執着する。しかも統制が取れなくなって、どう動くか見当もつかない。いつもの野党相手の戦い方じゃ奴らを防ぎきれないだろう。そこで自警団の本体で北門を守り、南門には別隊を置く。さらに部隊をいくつか編成して町の巡回をさせつつ伝達要員にする。アカシアが襲ってきたらまずは彼らに伝えてくれ。みんなで連携を取って対処するんだ。コンラート、自警団本体のまとめ役を頼めるか。ああ、任せてくれ。ビクトルは伝達要員の指揮を、フェルダは部下たちと一緒に別隊として動いてくれ。やってやるぜルボル。責任重大だな。ナターリエは支援団に指示を頼む。住民たちを大浴場に避難させる。その時商人の荷物を持ち込ませるなよ。金や商品より一人でも多く避難させろ。文句を言ってくる奴にはこう伝えておけ。命さえあれば金なんていつでも稼げる。何かあったら茨の接吻が全額受け持つってな。ええ、分かったわ。ルボル、俺はどう動く？あんたにしかできないことがあるさ。野党連合の根城には相当な数の野党どもが集まっていたようだ。町を襲う奴らを撃退しても根っこを潰さない限り戦いは終わらない。俺に根城を叩けということだな。危険な仕事だが頼めるか。ああ、任せろ。よろしくな、クライブ。それじゃ作戦開始だ。俺たちの力でダリミルを守り抜くぞ。支度は整ったようだ。こちらも向かうとしよう。クライブ、エーテルダマリよ。きっとあそこにアカシアが。全て始末する。
取る。ようやく片付いたか。町の方も無事に住んでるといいが。ルボル、もうこの辺りにアカシアは見当たらない。町を襲ってきた奴らは倒しきったようだ。残るは根城の奴らだけだが。ルボル、しじゃねえ、クライブが帰ってきたぞ。無事だったか。根城のアカシアは全て片付けた。ありがとうよクライブ。大したもんだよ、礼を言うぜ。町を襲ってきたアカシアはみんなの力で倒しきった。根城に残っていたアカシアはクライブが潰してくれた。俺たちの勝ちだ。やったんだな、ダリミルを守ったのね。ルボル、すまなかった。お前はずっと町のために頑張っていたのに。ええ、私たちが間違っていた。どうか許してちょうだい。ダリミルにはお前が必要だ。この町の師匠はルボルがふさわしい。改めて俺たちを導いてくれないか。頼む、この通りだ。本当にいいのか。俺はベアラーなんだぞ。それを知った時は裏切られたと思った。だがベアラーである以前にお前はルボルだ。この町を救った男なんだ。そうかい。師匠ってのは大役だ。二つほど条件を出させてくれ。何でも言ってくれ。まずは一つ目、自警団と支援団はどんな時でも団結すること。この組織はダリミルを守っていくための肝だ。俺だけが必死になったところでこの町は守りきれない。今回のようにみんなの力が必要になる。自警団と支援団を維持するためにあんたらにはもっと頑張ってもらう。ああ、もちろんそのつもりだ。では、二つ目、この町のベアラーたちを不当に扱わないこと。何も人と同じようにしろってわけじゃない。あんたたちは俺を受け入れてくれた。それはダリミルのためだ。他のベアラーたちにも同じように町を思ってる奴がいる。それを忘れないでほしい。今回の件で思い知らされたわ。大切なのは町を思う気持ちだって。条件は全て受け入れるとも。だからルボル、市長になってくれないか。勝たねえな。それじゃ
俺なりに精一杯ダリミルを引っ張ってやる。改めてよろしく頼むぜ。何が起こるか分かんねえもんだ。ベアラーの俺が師匠になっちまうなんて。クライブ、ダリミルを救ってくれた礼をしなきゃ。受け取ってくれ。ところでルボル、子供たちの件だが。ああ、すっかり忘れちまってた。町を出る必要なんてなくなったんだ。これまで通り子供たちと一緒にやっていくよ。悪いな、振り回しちまって。その方がいい。気にするな。みんなと一緒に人として生きてくれ、ルボル。ああ、そうする。本当にありがとな、クライブ。